はい、えー、フレットです、えー。今回の、ね、ラインナップはこんな感じになってます。箱に入った恐竜フィギュアシリーズですね。未開封のものが、えー、4つあるので、えー、っとそちらの、ね、開封を行ってから、えー、っと紹介動画の方にね、えー、移っていきたいと思います。はい、はいえー、こんにちは。フレットの恐竜チャンネルになります。えー、今回はですね、えーっと、箱に入った恐竜フィギュアの紹介動画をまた撮っていきたいと思います。 えー、すいません。ちょっとね、最近、サブチャンネルの方頑張りすぎてて、えっ、ー、と、メインチャンネルのね、投稿があまりされてなかったんですよね。えっ、ー、と、月5本ぐらいしか上げてなかったので、さすがに色々やばいなと思ったのでね、えっ、ー、と、メインチャンネルの投稿の方も、えー、やっていきたいと思います。はい、えー。僕のチャンネルでは恐竜フィギュアの紹介動画をたくさん撮ってるので、ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。 はいえ。というわけで見ていきたいんですが、まあ、こんな感じのラインナップですね。はい。未開封のものが4つ、えー、そしてまぁ、あ、計1つですね、えー。恐竜フィギュアを開封していく形になります。はい、えー。というわけで見ていきたいと思います。まずはこちらですね。ジュラシックワールドのブルーのフィギュアになります。はい。 えー、プライズ、えっ、ー、と、いわゆる UFO キャッチャーのね、景品ですね。はい。えー、こちらを110円で購入しました。はい、えー。というわけで開けていきたいと思います。えー、開封するとこんな感じですね。はい。こういう感じになってます。 えっと、塗り分けが非常に綺麗ですね。まあ,あの、プライズ品なので、えっと、ちゃんとね、塗り分けが綺麗にされているなという印象です。えー、造形の方もね、かなりリアルで、多分 Z ジェットブラシかなんかで作ってるのかな。えー、ちょっとわからないですが、かなりよくできてるなと思います。はい。えー、ブルーなので、えー、青っぽい感じになってるんですが、なんか、他のラプトルとかも出してほしかったですね。はい、こんな感じです。 なんかこうあの、ブルー特有のね、この口角が上がってる感じっていうのかな。そこもちゃんと再現されてていいですね。はい、こんな感じです。刃のね、えー、塗り分けも非常に綺麗です。はい。パーツは2パーツ構成で、本当はここにね、土台があったんですが、スタンドがあったんですが、それは付、えー、いてないですね、今回。はい、こんな感じです。 え次ですね。はい。同じくラプトル縛りなんですが、えっ、ー、と、ホビーオフさんで買った、えっ、ー、と、ベルキラプトルのと、えっ、ー、と、スーパーサウルスかセイスモサウルスだと思います。多分スーパーサウルスですね。えー、の、えっ、ー、と、アニアのフィギュアになります。はい。こちらも開けていきたいと思います。こんな感じですね。えっ、ー、と、アニアのね、スタンダードなタイプのラプトルになります。はい。こんな感じです。尻尾を上げるとこんな感じなんですが、 えー、尻尾に2箇所ジョイントがあるのでかなりしなるような動きができるかなと思います。はい、こんな感じですね。えー、口がね、こういう感じで稼働するのと後ろ足も稼働しますね。はいなので、まあ、走ってるような感じができますね。はい色はね、緑っぽい色ですね。はい、こんな感じになってます。はい、えー、口の中はピンクですかね。はい、こんな感じです。はい もう一体がですね、えっ、ー、と、スーパーサウルスの子供のアニアですね。はい、こんな感じです。子供ながらもね、結構大きい感じなので、えっ、ー、と、いいんじゃないかなと思います。これくらいのね、ミニフィギュアがあれば、えっ、ー、と、例えば、こんな感じのミニフィギュアがあればね、なんかこう、ちょうどいいサイズ比で遊べるんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じです。 色はね、結構暗い色ですね。灰色っぽい色に、えー、緑っぽい色がね、ついている感じですね。はい、こんな感じです。ジョイントはですね、こことここに2箇所あるので、少し動かせますね。首の付け根に可動はないです。はい。えー、次ですね。えー、っと、スピノサウルスの、なんだろうな。えー、っと、なんかこういう感じの箱に入っている感じのフィギュアですね。はい、ですね。 えっと、造形自体はね、ものすごくリアルってわけではないんですが、最新の学説が元になってるフィギュアなので、ええー、いいんじゃないかなと思いますね。はい。後ろ足が結構キャシャな、最近の見た目な感じですね。はい。で、あの、アニアには付いてなかったんですが、こういう感じの水かきっていうんですかね。えっと、この膜がね、ちゃんと付いている感じですね。はい。こんな感じです。 えー、次ですね、ブラキオサウルスのフィギュアになります。はい、こんな感じです。えっと、ちょっと開けてから話そうかな、はいえー。開封するとこんな感じですね。はい、えー、こんな風になってます、えー。色がね、黄色っぽい色に青っぽい色がついているんですが、えっと、こちらがですね、恐竜ワールドジュニアが元になっているおもちゃかなってちょっと思ってるんですが、 詳しいことはよくわからないですね。えっと、アリエクスプレスっていう海外のサイトでね、以前買ったんですが、えっと、違うものが届いてしまって、このね、セット未入手なんですよね。なので、あのー、フルセットを持ってないんで、あのー、ちょっとあれなんですが、はい、こんな感じになってますね。造形自体はね、結構僕的には好みかなって感じで、ブラキオサウルス特有のね、この顔つけもちゃんと再現されてるかなと思います。はい。 えー、こんな感じですね。はい、えー、というわけでね、えっと、中古で買った恐竜フィギュアの紹介は以上になります。はい、えー、というわけでですね今からは箱に入った恐竜フィギュアの紹介に移っていきたいと思います。はい、えー、というわけで、えー、いろいろ見ていきたいと思います。まずはこちらですねティラノサウルスのフィギュアになります。はいこちらですねコレクターの T レックスが元になってるおもちゃなんですが。 えとコレクターの、ね、T レックスは結構塗り分けが綺麗だったんですけど、こちらの方はね、まあ、パチモノのチープトイなので、歯とかに関してはちょっとね、塗り分けが微妙かなってラインですかね。はい、こんな感じです。色が黒っぽい色に、えー、とベージュっぽいような、なんかこう、錆びた十円玉のような、ね、感じの色合いになってますね。はい。目がオレンジで、歯がね、白っぽい色ですね。はい。口の中が赤色です。はい、こんな感じです。 はい、えー、次ですね、同じくティラノサウルスなんですが、えー、っと同じくね、えーっと、コレクタの t レ r e x が元になっているチープトイのパチモノシリーズですね、はいえっと。こちらはですね、僕、フリマサイトの方で入手したものになります。はい、色がですね、緑っぽい色に、えー、っと何色でしょうね、えー、っと紫っぽい感じの、ね、色がついている感じですね。はい、こんな感じです。はい まどちらもね口の中の塗り分けがちょっと微妙ですね歯がねちょっと複雑だからかはい、えー、そんな感じです、えー、次ですアクロカントサウルスですねはいこんな感じですこちらもですね元になったおもちゃが多分あると思うんですが、えー、ちょっとね何なのかよくわからないですねはいこんな感じです えー、色がですね赤っぽい色に、えー、っとちょっと独特な感じの色合いになってますね、はい、ただねアクロカントサウルスと分かる程度には造形がしっかりしてるので個人的に好きなおもちゃですかねこれ以外でアクロカントサウルスのおもちゃっていうとあの恐竜キングのものが、えー、代表的なものとしてねあげられるかなと思いますはいこんな感じです、えー、次です、えー、スピノサウルスのフィギュアですねはい こんな感じです、えー、こちらはですね恐竜ポットに入っていたスピノと同じものになりますねはいちょっと色が違うかなはい元になったのは恐竜ワールドジュニアのスピノサウルスだと思いますねはいこんな感じです色がですねオレンジっぽい色に黄色っぽい色とかがねついている感じで、えー、と黒いねグラデーションがついている感じですね、はい えー、ティラノサウルスレックスですね。はい、こんな感じです。こちらはですね、恐竜ポッドに入っていたものになります。はい、こんな感じですね。えっと、新しい方の恐竜ポッドの TX ですね。はい。なので、造形はかなりしっかりしてるなと思います。はい。最初ね、恐竜ポッド独自の造形なのかなって思ったんですが、どうやらですね、あのーオリ、オリジナルではなくて、えっと、なんて言うかな。あのー、まあ、他にも、 あの別のセットでもね入っているようなものみたいですね。はい色はですねベージュ色に茶色っぽい色がねついている感じですね。ははいいこんな感じです、はいえー、ベロキラプトルのフィギュアですね。はいこんな感じですこちらですねワイルドバージョンというやつですね、いわゆるえー、っとアニアのネルアプトルはこれがスタンダードのタイプなんですが、こっちがですねセット売りに入っていたのですね。はい えー、全体的に細身でね、まあ、ちょっとそこが好き嫌い分かれるところもあるかなと思うんですが、えっと、僕的にはねアメトイっぽい感じですごい好きなんですよね、はいえー、稼働ポイントがねラプト2のラプトルと一緒でえっと、顎と後ろ足と尻尾が2箇所稼働するんですがまああのー、細いですけど僕的には好きですかねはいこんな感じです はい、えー、次ですね。えー、っと、恐竜のガチャガチャフィギュアのアラサウルスか何かになるかなと思います。はい、こんな感じです。指は3本なんで多分ティレックス化の恐竜ではないですね。少なくとも。はい、こんな感じです。まあ、アニアと比べるとね、ジョイントがちょっとチープな気もするんですが、えー、っと、300円でこれならありじゃないかなと思いますね。はい。可、えー、稼働ポイントはですね、アニアと一緒かな。違います、ねく。首にジョイントがあるんで。はい。 えー、顎と首と足と尻尾が2箇所って感じですかねはいなのでまあ走ってるような感じとかにもできるんじゃないかなと思いますはい結構遊びやすいと思いますねただちょっとボジョイントがね取れやすいかなはいえー、次ですえー、っとポストスクスみたいな感じのあの古代のねワニ科の生き物だと思いますねはい結構昔にブックオフで買いましたはいえー、っとメーカーがちょっとわからないんですが 多分ちゃんとしたとこのやつですかね。はい。えー、色がですね、えっ、ー、と、黄色っぽい色に白っぽい色がついてて、緑っぽい色がありますね。はい。このね、ワニっぽい鱗の造形がかなりかっこいいんじゃないかなと思いますね。はい。こんな感じです。はい。えー、というわけでね、えっ、ー、と、引き続き見ていきたいと思います。えー、ミニチュアプラネットのね、パキオアロサウルスですね。はい。こんな感じです。 色はね、黄色っぽい色に、えー、白っぽい色がついているんですが、えー、やっとに入手できましたね。はい、こんな感じです。フリルの感じもね、結構リアルでかっこいいんじゃないかなと思います。かなり整った作りだと思います。はい。えっ、ー、と、ブラキオサウルスの何、何だったのかなえっ、ー、と、コレクターか何かが元になってる、パチモノか何かだと思います。はい。首がかなり長いですね。はい、こんな感じです。 えと色がね、緑っぽい色にえーが何色かつかれている感じですね。アニアアニマルアドベンチャーのアロサウルスのフィギュアになります。はい、こんな感じです。こちらですね、ジュラシック・ワールドのえライセンスが組んであるものですね。はい、こんな感じです。ちょっとね、華奢な気もしますね。ちょっとまあ,あ、の口の中もね、色がちょっと暗いし、はい、こんな感じですね。はい アロサウルスといえばね初風呂から出したアロサウルスが僕欲しいんですけど結構高いんですよね、えー、エスペランザっていうメーカーのものだったと思いますティラノサウルスのフィギュアですねはいこんな感じです元になった造形物が多分あると思うんですがはい、まあ、こんな感じになってますね結構リアルですがはい色がね黄色っぽい色に茶色っぽい色がついてますねはいこんな感じです えー、ティラノサウルスのフィギュアになります。えー、こちらがですねアニアの限定バージョンになっているかなと思いますね。はい、こんな感じです。えー、色はね赤っぽい色ですねはいになってます。はい、こんな感じですね、えー。ステゴサウルスのフィギュアですね。はい、こんな感じです。多分中身空洞じゃないかなと思いますね。はい え色がですね、薄大な色っぽい色に茶色っぽい色がついてるんですが、えー、こちらは恐竜ワールドジニアのステゴサウルスが元になっているおもちゃですね。目がれ、えー、オレンジじゃない、緑ですね。はい、こんな感じです。なぜかね、足の裏にちょっとくぼみがありますね。はい。えー、コレクタのベロキラプトルが元になっているチープトイですね、えーと。恐竜アドベンチャーってセットに入っていた記憶があります。はい、こんな感じですね。 色がですね、ベージュっぽい色に、えっ、ー、と、白っぽい色がね、ついている感じですね。全体的なプロポーションはあまり良くなくて、えっ、ー、と、なんとなくね、パパ社のラプトルをイメージしてるなって気も、気分、気持ちじゃない、えっ、ー、と、イメージがあるんですけど、まあ、ちょっとよくわからないですね。ステラゴサウルスのミニフィギュアですね。 ベロキラプトルのフィギュアなんですが、えっ、ー、と、こちらですね、アニアの限定カラーになってますね。はい、こんな感じです。色が茶色っぽい色ですね。はい。ま、ーニターあると足的な感じで遊べるんでいいですね。はい。えー、パキキワロサウルスの、何なのかなムーブのおもちゃかなはい、えー、こんな感じですね。はい。 えー、色がですね、水色っぽい色になってますね。はい、こんな感じです。可動ポイントが足ですね。走ってるような感じで遊べるかなと思います。えー、トミーと書いてあるんで、宝トミーのおもちゃですね。はい。アクロカントサウルスのフィギュアですね。はい。えー、2体比較してみるとこんな感じです。はい。まあ、こうしてみるとね、色ちょっと違いますよね。はい。こっちの方がグレード的には上かな。はい、こんな感じです。 ティ、えー、ラノサウルスの海洋道かどうかのフィギュアだと思いますね、はい、尻尾をつけるとこんな感じですね、えー、色が茶色っぽい色なんですが若干羽毛がついた造形になってますねはいこんな感じです残念ながらスタンドはついてなかったですはいこんな感じですね えー、スピノサウルスのフィギュアですね。はい、こんな感じです。こちらがですね、アニアの新しいタイプっていうのかな。造形自体はね、最新の学生に基づいたタイプになりますね。はい。えー、っと、こうしてみるとどうかな。アニアの場合ね、ジョイントをつける必要があるので、えー、っと、ここのね、膜みたいなものは再現されてませんけど、造形的にはやっぱこっちの方が上かなって気はしますね。はい。 えー、こんな感じです色がですね青っぽい色に、えー、ベージュっぽい色がついてて黄色っぽい色がある感じですね、えー、ディロボサウルスのフィギュアです、はいこんな感じです、えー、こちらがですねミニチュアプラネットのものになりますね、はいこんな感じです口が開いてないんですがかなりリアルだと思います。はいこんな感じですね えー、トリケラトプスのあ、トトリケラプスじゃない、パラサウロロスのフィギュアですねはいこんな感じで黒っぽい色と赤っぽい色がねちょっとスプレーで塗られているような感じですねはいこんな感じになってます、はいえー、次ですねイグアナドンのフィギュアですはいこんな感じになってますね色がですねえっ、ー、と緑っぽい色と,、えー、と黄色っぽい色がね使われている感じですねこちら多分ミニチュアプラネットのものになりますねはいこんな感じです えー、ティラノサウルスレックスのフィギュアですね。はい、こんな感じです。えー、こちらがですね、えーと、チープトイというか、ハヤカンガンムさんかなんかの、えー、恐竜フィギュアだと思いますね、はい。トリキュラトプスとペアになって売られていたやつですね。はい、色がですね、黄色っぽい色に茶色っぽい色、そして目がね、緑色ですね。はい、こんな感じです。スピノサウルスのミニフィギュアですね。 えー、アンキロサウルスのミニミギアなんですが、えー、とこちらはあの恐竜ワールドジュニアが元になってますね、えー、ブラキオサウルスのフィギュアになりますこちら恐竜アドベンチャーに入っていたものですねはいえっ、ー、と恐竜ワールドジュニアが元になってるフィギュアですねはいこんな感じです はい、えー、というわけで今回紹介していた恐竜フィギュアは以上になります。はい、えー、というわけでね手前の方に、えー、っと今回紹介してきた恐竜フィギュアたちを並べていきたいと思います。はいちょっとねカメラの容量がなくて。 あのー、途中で切れてしまったんですよね、はい、ちょっと携帯ももう買い替える必要があるかなとはちょっと思ってますね、はい、なのでまあぼちぼちちょっとね様子見って感じですけど、はいえー、そんな感じですね今回はね結構小型の恐竜が多かったんで大変でしたね、はい、ちょっとまあ 恐竜のラインナップもね考える必要があるかなと思います小さいフィギュアってね紹介しづらいんですよなので、えー、ちょっとねあのー、様子見かなって感じですかね はい、えー、というわけでね、えー、今回紹介していた恐竜フィギュアたちは、えー、こんな感じになりました。えー、っとですね、えー、っとーやっぱりね、小型のフィギュアが多かったんで紹介するのが結構大変でしたね。はい、えー、というわけで、えー、今回良かった恐竜はね、まずはアニアの、アニアじゃないな、ジュラシック・ワールドのねブルーの大きいプライズのフィギュアですね。はい、これ110円だったのは良かったかなと思います。はい あとは今回アニアも結構多かったですね。はい。えっ、ー、と、ベロキラプトルとか、えー、アロサウルスとかね。はい。いろいろいましたね。はい。えぇ、ー、あとはまあそうですね。えー、っとね。まあ、アクロカントサウルスとコレクターの元になっているティラノサウルスをね、比較できたのも良かったかな。はい。 えー、そんな感じでしょうかはい、えー、ミニチュアプラネットも結構ありましたねはい、えー、というわけで以上になります、えー、僕のチャンネルではね恐竜フィギュアの紹介動画を、えー、たくさん上げてます、えー、とーちょっとね最近ペースが落ち気味だったんですが今後はね頑張っていきたいと思ってるので是非、えー、ね、えー、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします、はい えっと、ちょっとね、あの総再生時間がだいぶ落ちてきたんで、さすがにまずいなと今思ってます。はい。なので、えっと、ちょっとね、頑張っていきたいですね。はい。えー、という感じです。はい、えー。というわけでね、以上になります。えー、っと僕ね、サブチャンネルの方も、えー、頑張ってます。最近ちょっとサブチャンネルの投稿頑張ってたんですが、えー、っとサブチャンネルの、えー、っとページもここに貼ってると思うので、えー、そちらからぜひご覧ください。 はい、えー、そんな感じでしょうか。はいというわけで今回は以上です、えー。それではご視聴ありがとうございました。さよなら